Hey yo! ケンスマッシュ実際今日ねやってくるんですけど、今日はですね、ゴルナイがね、強化されたといったところで、まぁ、ちょっとこのエレジャイデッキね、まぁ、施設枠をテスラにしたりとかして、おもろいんじゃねえかなと思ったところで使っていこうと思うんですけど、まぁ、ゴルナイがですね、このスキルの、クールダウンが、前世紀と同じ速さになったかな。ということで、まぁ、2周目ゴルナイとかもスキル使えるよといったところで、まあ、これは結構ゴルとか、レジアイとか、まあ、あとペッカラムとかかな。まあ、そういうところに対して追い風になるんじゃないかなと思うんでやっていこうと思います。で、ペッカが来たら、まずいっすね、普通にこれは。はい、相手ホグか。まだ G はいけねえな。まあ、おとなしくいきますか。テスラ。テスラか。まあ、ケツエレジャイ出して、テスラのなんかサイクル間に合わねえような感じのとこにライトニングぶっ込むみたいなやりてえな。なんか地味に投げんだよな、このテスラ。一発投げない？ダメか。まあ、このためのゴールないか。いけ。はい、懐かしいね。懐かしいね、この感じ。あとエレジャイで。持ってきたいとこだけど、無理。まあ、テスラがあればなんとかなるな、ホグは。あ、来た。入るな、これ。いやー、ここ入んなくなったの、ちょっと、しょっぺーな。そこ入んなくなったのマジでちょっと悲しい。はい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 。鉄で守ってあげて。まあ、今回これゴルナイでダメージ稼ぐ感じに なるな。え、ゴブリンがだるいって話だよね、これ端前の。出してくるかな。ボーラーは握っといた方が良さそうで。まずライトニング打つ。ナイト来る。まあ、これちょっとおとなしくしとくか。それキングギドしたい。ボンバン投げるからと思ったけど、いい感じ。ケツエレジー。で、ロケット方式進化だな、これ次。あ、ボーラーこっち出しとくか。うん、まあ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 。飛べ。オッケー。ベビーが入ってる。オッケー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 。ちょっとロケット押しでリズム崩されちゃったけど、大丈夫なはず。ライトニングミスった。飛べ。あー、それ飛ばないんだ。マジ？端前でいっか、こんな。これで、何来てもいいようにして、しばらく攻めれないもんね、相手ね。パルスが強い。いや、そう、これパルスが強いんよ。ライトニング打つでしょ、とりあえず。で、かき集めからのスキル。いや、タワーいかねえんだ、それ。タワーいかねえか。おっと？あ、負けた。ちょっとまあテスラの位置とかも最後あったから、ちょっと負けたのはミスなんだけど、
ゴルナイがな、そのちゃんと行かないの、タワーに。前なら飛んでたところで行かないから、なんかこう、このクールダウン8秒でめっちゃ使われるっていう感じはしない、個人的には。結局それ飛ばねんかがあるから、今んとこちょっと渋そうだよね。これはエレジャイ出して加速、まあ、こういうところは優秀か。トルネで巻き込んでボンバーとかで処理して、ああ溜まった。ああまあでこれはなんか昔ながらの感じだよね。いやベビードラで頑張ってもらうしかね、これ。やっべ、カウンターやっぱなんだけど、このボンバーでちょんちょんちょんで言うて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 、オッケーオッケーオッケー。ボンバーね、まあなんかこれバレル防衛とかに強いよね。オッケー、一発くらい投げてくんない？起動する？ああ、それはちゃんとできる位置、素晴らしい。それ素晴らしいです。まあボーラーからかな。ボーラー型の逃げ地は多分ちゃんと防衛から入んねえといけねえな。墓石、まあゴール内出して、テスラ出して、こんくらいで飛ばない？オッケーオッケーオッケー、それは素晴らしい。それ素晴らしいね。そういうのがいいんよ。しっかりこうしてあげて、キングギドして、痛い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 、スケバレが痛い。まあこれで墓石に対してゴール内で飛んで、いやそれ飛ばないんだよね、やっぱりそれ飛ばないんだよ。待つ、完封してくれ。 OK、 でかい、なんとかなった。いや斜め打たれる、まあライトニング打つしかねえな。被害心されるかな、されるよね。飛べ。で、まあ、柳も間に合って、音？わかるよ、その気持ち。その気持ちはわかる。その気持ちはわかるんだけど、ジジ。これ多分、ペッカラムとかで使った方が強そうだな。なんかこのトルネゴルナイ。で使うっていうよりかはシンプルに、ただ単純にスキル2周回す使い方の方が強そう。ユニットを咲かせるっていう感じかな、そんな気はしてる。もうキング起動とかそんなされなそうだしな。うん、いいダメージ。このバルーンおいしくない？ダメだ、全然わかん、全然わかんなかった。もうなんかそこのバルーンが次るのかとかも俺ちょっと待って。テスラがね一番下手なんですよ、この使う中で。なぜならマジで使ってこなかったから。進化されて困ってんだよね。ボーラー出すでしょ、ベビーも出す。いやこれゴルナイで勝ち込みたいところだね。いやーボンバーがなー、もうちょっとなー、ダッシュ、でかいでかいでかい。このゴルナイ、このゴルナイ張り付きやばいよね。ないとどうしようかな。テスラで
HP は減ったかんね。処理しやすくなった。オッケー。まあ、もう負けねえな、これ。ちょっと次、ペッカ使うか。ペッカゴルナイ使ってみよう。ちょっとだけでもダメージ与えて。ナイス。フリーズ攻めて。えいや、怖い。今、フリーズターゲット見てから間に合ったのかなっていう。怖さがある。いや、こういうところでマジで強いから、これテスラのパルスが。今のとかもね、マジ強かったよな。あとライトニングさえあれば守れて。どっち来るんだろう。手堅い手堅い。バル今最もきついと言っても過言ではないと思うけどな、俺ブラスターのせいでというか。まあコウモリとかガゴがいる、まあ、ブラスターに対しても強く出れるバルーンとかだったらいいかもね。みかんさんがなんかあれ使ってたな、進化ウォールブレーカーバルーンみたいな使ってた気するわ。そういうのはちょっとワンチャンあるよね。ペッカラムってさ、今さ、俺の記憶だとね、まあこんな感じで、ポイズンタルとかだって気すんだよ。進化枠何にするかめっちゃむずくない？このデッキ。あー、そうだな。タル。ゴースト消し、いや、これさ、ねえ、進化カードの枠がないんだよね。まあ、多分、エレキを、まずアーチャーにするでしょ？エレキはアーチャーにして、そうするとスパーキーにゲロきつくなるから、どうなんだろう。他に進化もコウモリとかワンチャンではあるか。でも入れる枠がマジないんだよね。まあなんか今ね、フルアタックの方が強い気がしてて、こんなんでいいんちゃう？マザネク、これフェニーにしよう。マザネクいなくて強いわ。これフェニーだったら多分、フェニーボーっぽいとかで、スパーキーもいけそう。よし、行くか。やっぱね、結局ね、強いカード使わないといけないから、ペッカ使いたいんだよね。ゴールナイがどうなるか。あそこブラスターだとこんな簡単に守れんのか。ファルーチェ、これ多分ポイズン打っていいな。うわー、その隙めんどくさ。ただ俺の予想、このファルーチェまで縛いてくれる強マジで強い。ラムとかマジ久しぶりに使わねえ？これ、ホグ完封できんじゃん。ブラスターやったら。まあ、これはちょっとこうやって受けざるを得んな。バルキリーか。これまあ、こういう攻め強そうじゃないか？スケまだ進化しない。いやー、強いですね、それは。逆再起ファルチェ。オッケー。進化スケとかいうさ、やつが出てから小物呪文必須か、これさとは。どないすんねんって話になってるか。コウモリ。ラム出してみよう。一発入る。オッケー。まあこうかな。オッケー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 。いやー、進化スケ来るし、ファルチェも来るな。こ
ここは一旦チルだね。ポイズンで。それ届くかな、届かねえか。難しいことになってまいりました、これ。ホグファルチいいな。完封した。いやー、それ耐えないか。苦しい。めっちゃいいホグ出されて。飛びちぎか。待って、バルキリーホグファルチちょっと強そう。めっちゃ強そう、そのデッキ。ちょっと明日使ってみようかな。ということで、ちょっとゴールドに試したんですけど、結局、それ届かんかってのがあるんで、使うなら取るね、組み合わせたいし、みたいな。まあ、こいつに関してちょっと、まだかな。なんか進化枠とか考えると、ゴルナイを無理やり入れてる感じがして、まだそんなに今はいらないかなと思いました。以上、お詰めします。